はい、ではニューラルネットと題しまして、自然言語処理小川予知郎が発表させていただきます。まず今日の発表内容です。まずニューラルネットの元となる人工ニューロンのモデルと挙動を説明した後にニューラルネットを説明して、そのニューラルネットの種類を説明した後に、ニューラルネットの種類の一つであるパーセプトロンを説明します。その後バックプロパケーションという手法を説明します。まず人工ニューロンのモデルを説明します。人工ニューロンとは、人間だったり生物の神経細胞をモデル化したものです。で、生物の神経細胞は他の複数の神経細胞から信号を受け取り、細胞内で処理を施した上で信号出力を他の信号に送る機能のことです。で、このような働きを単純化して数学的に模擬したものを人工ニューロンと言います。で、その構造を左下のイラストのようなものになっています。で、左の矢印の X1、X2 から XN は入力信号を表していて、それが人工ニューロンに入力されると人工ニューロンの中の W1、W2 から WN だったり V っていう値を用いて処理した後に Z という出力信号を出力します。で、このような処理の内容を説明すると、まず入力信号を受け取ると、あらかじめ決められた定数 W をまず掛け合わせます。この定数 W のことを重みと呼びます。で、次に、入力信号と重みを掛け合わせた上で足し合わせ、さらに式値と呼ばれる定数 V で減算します。で、その結果を U とすると、U を伝達関数、ここでは F という関数で処理して、その結果が人工ニューロンの出力 Z となります。それを式にすると右下のような数式になります。 U イコールシグマの i が1から n で xi と wi をかけて、最後に v で減算します。で、出力はその u を伝達関数にかけたものになります。で、ここで用いる伝達関数にはさまざまな関数を用いることができます。例えばステップ関数だったりシグモイド関数っていうものがよく使われます。今回の発表ではステップ関数を主に使用して、シグモイド関数は最後に説明するバックプロパケーションっていう手法に用いられます。人工ニューロンの挙動です。例えば左上のようなイラストの単体の人工ニューロンで入力が2つの場合を考えると、重みの設定を、どちらも1っていうふうに設定して、式値 V を 1.5 っていうふうに設定したとします。で、入力 X1 と X2 を0か1かの値を使うとすると、下のような表になります。例えば X1 と X2 が00だったとすると、どちらも重みをかけても0と0になって式1で減算するので U がマイナス 1.5 になり、ステップ関数をかけると負の値は0になるので出力は0になります。このようにして4パターン計算してみると、こちらのような結果になり、これは AND 論理演算子の働きを示していることがわかります。で、別の例で今度は式位置を 0.5 に変更してみると、このような計算結果になり、これは論理演算子を示していることがわかります。
で、また今度は入力が1つの場合を考えたとき、重みをどちらもマイナス1、式位置をマイナス 0.5 に設定すると、ノット論理演算子の働きをすることができます。このようにして人工ニューロンの重みと式位置だったり、あとは組み合わせを変えることで任意の論理回路が構成することができます。で、まあ、逆に言うと人工ニューロンにある挙動をさせたいなら、その挙動に適した重みと式位置を学習させればいいということがわかります。次にニューラルネットを説明します。ニューラルネットは複数の人工ニューロンを組み合わせたものです。例えば下のこの図のように、人工ニューロンを、まあ、2層に分けて、入力の層が2つの人工ニューロンで、出力の層を1つの人工ニューロンで構成されたものがあります。で、このように入力から出力に向けて順に信号が伝達していくネットワークをフィードフォワード型ネットワークと呼びます。他にもさまざまなニューラルネットの種類を構成することができて、この図のように人工ニューロンを3層にして、その人工ニューロンの数を増やすこともできます。このようにして数を増やしたり階層を増やしたりすることでネットワークの規模を拡大することができます。で、他にも今まで示した例よりももっと大規模で多層化なる構造だったり、相関が全結合ではなく特定の部分のみ接合される構造だったりを持つネットワークは深層学習という学習方法に用いられます。また今までは入力から出力まで一方だったんですが、出力の層から前段の層に入力を与える構造も考えられます。このような例ですとカレントネットワークと呼びます。でそのニューラルネットの種類の一つにパーセプトロンというものがあります。パーセプトロンは人工ニューロンを入力層を中間層を出力層の3層に分けた構造をしています。で、この入力層は入力信号を中間層に伝えるだけの固定化した素子です。なので重みと式位置は一定になります。で、中間層の重みと式位置はこれも一定の値でランダムに初期化されます。で、出力層の重みと式位置だけが学習によって変更されます。で、このような構造のパーセプトロンの、学習の方法です。と、このようなパーセプトロンの構造に、入力信号を与えたときに出力 O が得られたとします。で、この O と、教師データ OT を比較してその差を取ったものを誤差 E とします。で、パーセプトロンの学習ではこの誤差 E をもとにしてその誤差が小さくなるように出力層の重みと式位置を調整していきます。で、しかし入力層だったり中間層の重みと式位置が固定化されてしまっているのでその影響で学習データを満足できる学習ができない場合があります。で、そのような問題を解決する方法がこのバックプロパゲーションです。バックプロパゲーションはパーセプトロンでは入力層と中間層の
重みと識値を学習することができなかったんですが、出力層からさらに前段の重みを学習させる方法です。これは出力と教師データの誤差を逆向きに伝えることで実現します。まず、ネットワークに入力何か入力を与えたときに出力が得られたとすると、まずその誤差を計算します。で、次にその誤差を中間層との結合の重みに応じて分配します。中間層との結合の重みっていうのは、このイラストの W1 から W3 のような値です。で、まあ、例えば W3 が、の重みが大きかったとすると、その結合がこう一番誤差の影響を受けるっていうふうな感じになります。で、その分配した誤差の値を使って、それぞれの人工ニューロンの重みを更新していきます。こうすることで3層のネットワークのみではなくて、より多層のニューラルネットの学習が可能になります。はい、以上でニューラルネットの説明を終わります。ありがとうございます。